だって、総地産業じゃないから、人材が自分たちの財産なわけだから、メーカーだったら設備にしたりなんだりするけど、人に投資しないと。あと、結構昔でもね、今みたいに、すごく商社が儲かるようになる前でも、結構商社マンって実質お金残るのよ。例えば、当時の日本から見たら物価高い、ニューヨークとかの駐在になると、その分、国際物価比較でたくさんもらえるし、で、それで節約すりゃたまるしね。逆に東南アジアとか、木材、バルサ、ベニヤを買いに行ったりっていうんで、現地に行くと、若干向こうの方が安い。当時、日本でじゃあ、課長クラス商社ったら50万ぐらいもらってたとして、向こう行ったら1ヶ月の生活費3万とかで済むしね。だから平社員が向こう行ったら、会社がインドネシアのね、まあ地方だからね、まあ家は借りてくれるし、そこでメイド1人か2人ぐらい雇えるからね、自分のポケットマネーでね、それで日本で貯金貯まっていくわけだし。